美しい海に囲まれた自然豊かな島、九州と沖縄の中間に位置する鹿児島県の喜界島です。飛行場のそばに咲くこの花を島の人々はこう呼びます。特攻花。戦争末期に生まれ、兵士の命と引き換えの作戦、特攻。沖縄戦線が激化する中、喜界島は特攻隊の出撃基地となり、隊員たちが最後の時間を過ごしました。沖縄戦最後の特攻部隊が飛び立った島、本土に迫る敵艦を最前線で攻撃する任務だったと言われています。喜界島から出撃したのは8月13日、終戦のわずか2日前でした。特攻は当時極秘の作戦とされ、隊員たちは多くを語らずに飛び立ちました。もう今日で終わりだねと思ったよ。取れた。島に住む住岡彩子さんは11歳の頃、出撃を控えた隊員たちと別れの言葉を交わしていました。命捨てるんでしょう、いかんばならんのかなと思って、国のために沖縄に特攻隊明日行くから頑張ってくるね、そんだけよ。島に今も残るのは物言わぬ特攻隊員の飛行帽だけ。特攻隊の戦死者は6371人。それは空からだけではなく海の中でも。人間魚雷回転、爆弾を積んだ潜水艦で敵艦に体当たりします。塚本太郎さん、回転の搭乗員として21歳で命を落としました。太郎さんとの家族写真を弟が見せてくれました。これ、まあ、あの最後帰ってきた時撮った写真ですね。深い事情を知らないでこの写真で見るように私だけ笑ってる。太郎さんに出撃が決まったことを家族は察していたのです。知らなかったのは弟だけ。この時密かに太郎さんは当時貴重だった録音機に向かいました。声の遺書を残すためです。はい、よくよく、そして長い間話しんでくれた泣きよ、学校よ、さようなら、本当にありがとう。そんな我が物のよくもは本当にありがとう。僕はもっともっといつまでもみんなと一緒に暮らし、楽しく暮らしたいんだ。愉快に勉強し、みんなにうんとご恩返しをしなければならないんだ。昔は懐かしいな。そうやってみんなと愉快にいつまでも暮らしたい。2分30秒。声はやがて、死にゆく決意に変わります。しかし、僕はこんなにも幸福な家族の一員である前に、日本人であることを忘れてはならないと思うんだ。人生20年。女性に費やされる経歴の全てを、この時とも一瞬にしてあげよう。みんな、さようなら。元気でいきます。元気で行きます。この言葉の裏に、隠された思いがあると弟は感じています。これが兄貴の
本音だとは思えない部分ありますね。建前で一生懸命自分を奮い立たせてるわけですから、おそらくは入れてから涙してるでしょうね。特攻隊員の秘められた思い。20歳で学徒出陣した瀬川清さん、海天への登場を命じられた時のことを今も鮮明に覚えています。海天のところに連れてもらえて、見ろって言うか、これが貴様らの棺桶だって言って、その時にドキッとしました。戦争怖いし、人間死ぬのは怖い、そういうことをね考える、そういう神経は全部ストップになってます。考えたら怖くなりますもん。目前の死を考えないようにしていました。それでも一人になると押し寄せる不安、孤独っていうやつをね避けてました。トイレの中でほんまに涙出して一人になる時にね、やっぱり不安です。国のためとか家族のためって言ってね、そんなもの、まあ、そこまで難しいこと考えられるんだと思う。自分自身がこれで、まあ、死ぬんやと、そういう気持ちの方が強いと思います。瀬川さんは終戦で出撃を免れました。